涼介バレーボール TV。 こんにちは、涼介です。今回なんですけれども、サーブカットで押し負けない姿勢を習得しようということで話していきたいと思います。今回はですね、サーブカットを取る時の姿勢ですね、体勢について詳しく話していきます。サーブカットをする時にどうしてもボールを弾いてしまってミスをしてしまうという選手はいますでしょうか？やっぱり体の横でボールを取ってしまったりとか、体勢が不十分になってしまうと弾いてしまうケースが多いと思うんですけれども、今回はサーブカットをする時のこの姿勢ですね、この体勢を習得する方法ということでご紹介できればと思っています。今回はですね、体育館の壁を使ってご紹介していきます。まずは体の正面でしっかりとボールを受けて、この体勢でボールに負けない体を作るというのがとても大事になってきます。もちろん試合中ですと体の横で取るということもあるんですけれども、まずは体のしっかりと中心ですね、正面でボールを受けて、この姿勢になれるということがとても大事です。ですので、その姿勢を習得するためにこのように壁にボールを当てるような形でセットをします。その後にアンダーの腕の組み方をして、このような状態を作ります。このような状態ですね、壁があってボールがあって腕がある、このような状態を作ってセットをします。その後に体をですね、壁に押し付けるような形でぐーっと前方向に体重移動していきます。そうするとボールを強く押すことができると思うんですけれども、この体勢ですね、とても大事です。この体勢をまずは習得するようにしてください。体の正面でボールを前方向に送り出すようなイメージでボールをぐーっと前方向に押していきます。決して体の上下運動ではなくて、体の前後ですね、後ろから前に送り出すような動きで体を使うようにしてください。基本的には体の横ではなくて体の正面でボールを受けてください。どうしても体の横でボールを押そうとしても腕だけの力で押すことになってしまって、体の中心とは違う場所でボールを受けてしまっているので、なかなか力が入りづらいです。ですので、しっかりとボールに押し負けないでセッターにボールを返球するためにぐーっと前方向に押す、この姿勢をまずは習得するようにしてみてください。この体勢ができましたら、アンダーレシーブの要領で壁にボールを当てて連続してアンダーパスをしていきましょう。はい、この練習ができましたら、実際に自分で壁に打ってみて、そのボールを返球するような形でサーブカットをしていきましょう。はい、ということで実際に練習でやってみました。ぜひですね、サーブカットをするときにボールに押し負けない体勢でサーブカットをして、サーブカットの返球率につなげていってほしいなと思います。今回は壁に押し当てて体勢をしっかりと習得する練習、その後にアンダーパスで壁に何本もボールを返してそれを連続して行う練習、その後に実際に自分でサーブを壁に打ってサーブカットを返す練習をしました。今回は全て体の正面でしっかりと取るという練習でしたので、ぜひ身につけてほしいなと思います。どうしても体の横ばかりで取ってしまうと、基本の姿勢そして基本の取り方っていうのを忘れてしまいますので、ぜひ今回ご紹介した基本となる姿勢でまずはサーブカットをしてみてほしいなと思います。ということで今回の動画は以上になります。僕のチャンネルではバレーボールの上達法を中心に、バレーボールの練習方法そしてコツを詳しくご紹介しています。ぜひチャンネル登録評価していただけるととても嬉しいです。ということで今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。